先に、エンディングっていうんですか、そのスタッフロールの時間が3分半っていう指定を受けて、じゃあ3分半以内で終わる曲、なんかもっと長く曲は作れるんですけど、そういった場合って途中で3分半のエンドロールに合わせてフェードアウト、はい、フェードアウトして終わるみたいな。でもなんかそういうのじゃなくて3分半でジャストで終わる曲を作ろうって最初からあって、あとは古田君のその走るシーンとか、なんかそういうなんか疾走感のある曲にできたら3分半でなんかそういうちょっとエレキギターじゃんみたいな感じでっていう曲は作りたいなと思ってましたね最初は。うん、ジャストでも作れたんですよ。僕ギター1本で作るんです最初は、で携帯で録音するんですけど、このカウントしてで作って2分半ぐらいで最初終わったんですけど、そこからアウトロみたいなのをつけて1分も足したらちょうど3分半で終わったんで、よかったと思って、でその BPM っていうかそのリズムをスタジオ持って行って、その速さでもバンドで演奏してすぐ撮りました。僕が何やってもなんか笑ってくださるので、やっぱ嬉しいですよね、なんかそういうのあると。だから自分に自信がなかった部分を自信を植え付けてくれたみたいな存在だったので、そうですね、その物語以外でも割とそのもうなんかあーちゃんイコール石橋さん、石橋さんイコールあーちゃんみたいになってしまってますね。わかります、ですよね、はい、今見た感じで本当すぐ笑ってくださるんですよ。だから自信つくんです。自信つくんですよ。そうそうそう、自信めっちゃつきます。自分すごい面白い人間なのかなって思う。会う前は、はい、正直石橋さんのイメージって勝手な会う前は、はい、あったんですよ、はい、こういう感じなんだろうなみたいな、でも実際会ったらめっちゃ笑うじゃないですか、ゲラ、はい、だから自信つくんですよ。そうなんですよ、なんか怖くなくなるというか、何言っても笑ってくれるからこうやってそうですね、これ本当にステージ上だからなんか私こういうキャラで行こうみたいな感じじゃなくて、じゃないですね、本当ずっと笑ってるんですよ。そうなんですよ、本当可愛い子で本当ね、はい、あ俺イケてるなと思っちゃうよね、そうなんですよ、こんななっちゃったら、はい、うん、明るい方なんですね。明るいんですよ、ね、それなのに多分そこは多分皆さんはそうなんですあんまり分かんないかもしれない、俺も含めて、なんか、はい、もそうでした。笑うんですねって言われたらすごい、あどんなイメージを持たれてるんだろう。周りもやっぱり、はい、そういう方だとスタッフもやっぱり生き生きと仕事できると思います本当ですか、はい、ありがとうございます。15年ぐらい前にレコーディングしてって、でも煮詰まったりもして全然ダメだ今日俺もう嫌だっつって帰りますっつって途中で帰ったことあって、一人だけ切れて、でカンナナにもうタクシー捕まえてもうブワーッと逃げるように、で新宿のとこからカンナナの方に入るときに夜だったんですけど、ラジオ流れてて、タクシーの運転手がラジオかけてて、で僕がすごい好きな歌だったんですよ、ラジオの番組でかかった曲が。でもうきつかったんですけど早く家帰って寝たかったんですけど、なんかタクシーの運転手にちょっとボリューム上げてくださいっつって、うん、はみたいな、で上げろっつってんだよっつってで、ほんとこの兄ちゃん怖いなみたいな感じで上げてくれて、で俺それが RC サクセションのスローバラードって曲で、うん、でその夜景、そのなんかかっこよくカンナナの景色がそのすごくて、その時言葉にうまく言えないんですけど、ただだんだんうんちゃんも乗ってきて、この曲いいねみたいなって、うるせえお前、お前に分かったたまっかみたいな、黙っちょっとこっちは黙って聞いてんだからって、でもうちょっと上げてっつってボリューム上げて、すごいだからすっげえボリュームで聞いたんですよタクシーの中で、うんうん、あれはでいろいろそれがそれで家帰って、うん、なんかよなんか救われたじゃないけど、そうなんか明日もちょっと腐んないでやってみようかな、レコンちょっともう一回行ってみようかなスタジオって覚えてます、それはっきり。うん、うん、